はい、どうも、優しいお兄さんです。本日は2015年の10月の2日、時刻は19時50分となります。この時間にね、動画を撮るの珍しいんですけれども、今回のお題ね、優しいお兄さんも使ってる iPhone にね、パスコード変更要求で、乗っ取りの噂があると言うんで、お兄さんツイッターやってんだけども、ツイッターでね、まああれこれニュース見てたらばね、この画像見つけたんだよね。これね、もうパッと見てわかるんだけれども、1、2、3、4つ、縦に4つ、これ iPhone 4S あるいはそれ以下のね、iPhone っていうのがもうわかるよね。で、au 回線で 3G 回線ね。キャプチャーしたのは15時、09分。まあ、いつっていうのはわかんないけどね。で、まあ、あと充電 7% だよ。で、パスコード要求、iPhone のロック解除パスコード36分以内に変更してくださいね。あとで続ける。で、まあ、こういうプッシュが出てる。ね。まあ、プッシュっていいのか、ポップアップっていうのか、お兄さんわかんないけれども、パソコン詳しくないからね。言うんで、まあ、今回これに関して、デマが飛んでるっていうことで、お兄さんがデマかどうか調べてみようって思ってね、知的好奇心、のね、まあ、この高ぶりをね、お兄さんブラウザでね、見ていこうと思います。で、一旦これ画像こっち置くね。さて、ブラウザー出すからちょっと待ってね。これがお兄さんいつも使ってるブラウザーで、Firefox って言いますね。これまあ、非常に使いやすいです。でね、こうやって揃えてね。じゃあ見ていきましょうね。もうすでにね、知ってる方もいらっしゃるかとは思うんですけれども、 iPhone、 今回ね、事件等々追うものではないんでね。ただこれもまたゴシップの一つだと思って、真に受けないでくださいね。お兄さんおそらく検証までいけないと思います。あんまりその、ソフトに詳しくないんでね。まあ、ハードにも詳しくないけどね。iPhone で、なんだ、乗っ取り？乗っ取りで行こうか。そうすると、注意、iPhone で新手の乗っ取りが発生。ね、これ見てみようか。言うんで、これはね、兄ちゃんのね、まとめサイトだね。注意。読んでいくね。iPhone で新手の乗っ取りが発生。これが表示されても絶対にパスワードを変えちゃダメだぞ。まあ、このリョウっていうね、アカウントも映ってると思いますけれども、なんとかかんとか0530ね。これが出ても絶対にパスワード変えちゃダメらしい。これ新手の乗っ取りなんだってよ。拡散お願い。10月の1日、昨日、4時14分。ね。で、リツイート数が4万2000で、すごいね。言うんでね。まあ、なってますけれども、この子、アカウント遅かれ早かれ消えるんじゃないですかね。まあ、いいけどね。ノン、時計、カレンダー、マップ。マップ古いね、なんかね。こんなんだっけ。お兄さん、Google マップ使ってっからね。よく、あ、にゃんこ入ってる。お兄さん、これやってた。なんで、アメーバ、あ、ヤフー。何これ。Facebook。まあ、これね、パスコードの要求、まあ、変更、あるいは解除を、してください。解除のパスコード、これ変えてくださいよっていう通知なんですけれども、これが急にポーって出てきたら、乗っ取りになっちゃいますよっていうのをこの人は言いたいんだね。まとめか。まとめはいいや。次ね、見ていきましょうね。これは違うっぽいな。おお、すごいな。
こんなんあったらお兄さんびっくりするわ。まあこれは関係ないと。36分。フォアボール。アンドロイド使ってるけど、これでできたら疑いもなく変えてしまいそうな自分がいる。ああ、これも一緒だね。ツイッターでの反応。おお、36分以内ってのが笑える。36分っていうのが流のがリアル。これしなかったら絶対速攻変えてる。これロック画面で出てるっていうことはもう完全に乗っ取られてるってことでしょ。じゃあもうダメじゃん。まあそうだよね。大丈夫。いつも文字読まないで後でって言うから。これね、これ、出せないっけね。お兄さん今 iPhone 持ってんだけどさ。ちょっと設定見てみるわね。この動画見られている方もね、設定開ける人は一緒にちょっと開いてみていただければなって思いますね。見ながら開けないか。どっかにセキュリティかなんかってないかな。一般押して、自動ロック、機能制限。機能制限は関係ないか？機能制限用パスコードを入力。機能制限を解除。音量制限。あ、いろんな機能制限つけれるんだね、これね。認証、リセット、自動ロック。これどっかにあったよね。パスコード変更するやつね。あるいはその時間帯、ロックかけるっていうやつとかね。パスコードを入力。iPhone のパスコード要求は乗っ取りとの噂が Twitter にて拡散されるもデマの可能性。めんどくさいからね、この人のアカウント開いちゃおうね。これです。これね。画面もう一個開きますね。ちょっと待ってね。はい。これね。これ一旦ここに置いとこう。ね。後で拡大するんでね。で、新手の乗っ取りなんだよってね。で、そしたらにね、4万件もリツイートされてるっていうね。素晴らしいね。iPhone のパスコード要求は乗っ取りとの噂が Twitter にて拡散されるもデマの可能性。今回は今現在 Twitter で話題になっている iPhone の乗っ取りについて調べてみた。これはメンズアップさんっていうサイトだね。一体どういうことなんだろうかと。多くの人が表示している iPhone、お兄さんも持ってますと。で、iPhone5 なので、古いが、お兄さん iPhone6 だね。で、iPhone7 とかいつか出たら、あ、5だ。あ、お兄さん 5S だ。私の話置いといてと。で、なんでも iPhone のパスコード要求が話題になってるのだ。そのパスコード要求は乗っ取りの可能性があるんだとか、パスコードといえば他人に自分の iPhone の中を覗かれないするようにするためにパスワードをつけるといった認識がある。そのパスコードが乗っ取りとはどういったことなのだろうかと。iPhone のパスコード要求に注意と Twitter では拡散。乗っ取りという情報はデマだとの意見も。お兄さんもそう思うんだけどね。まずはこちらの iPhone のパスコード要求による、あ、こういう画像ね。これさっきのやつね。で、このツイートがものすごい拡散され、すでに3万近くリツイート、もう4万いってっかんね。このツイートや、ネット上の情報を見るとパスコードの変更を要求されるのだが、その要求に答えてはいけないとのこと。答えてしまうと乗っ取られてしまうとのことだ。どういう原理で乗っ取りされるのかっていうのをお兄さん知りたいんだよね。これ本体の指示でしょうよ。だからおとなしく書いといた方がいいんじゃないの。また出るでしょ、これ。ね、延々と。このツイートを見たとき本当なのかと驚いた。画像を見ると36分以内に変更してくださいと記載されている。36分という中途半端の時間制限。乗っ取りは本当なのかもと少し信じてしまった。おそらくね、15分、5分とかね、10分とかね、20分とかね、キリのいい数字でなるんだけど、36ってなんかね、乗っ取りは本当なのかもと少し信じてしまった。おそらく私以外にも信じてしまった人は大勢いるはずと。
ただこの情報をデマだといったコメントもある。その大きな理由として iPhone のパスコード要求を乗っ取りというツイートした本人がよく分かっていないからだ。うん、ツイートした本人、ツイートした本人は本当かどうかわからない、乗っ取られるのは何かわからないといったコメントをしていると。うん、となれば信憑性は低い、ゆえに電話情報と考えられるのだと。でそしてツイートに返信された様々なコメントを見ていくと、 iPhone6 とかで4桁パスコードだと iOS9 にしたら、6桁に強制適用するからこれ出るんじゃという意見もあった。これが本当ならばパスコードによる iPhone 乗っ取り疑惑はデマだったということになるのではないだろうかと。なるほどね。トレンド、まあいいや、とりあえず一旦こっちのねブラウザにしましょうね。でこの人っていうのは、16の代最強の双子分、意味わかりません。大田区と、蔵前ってところに住み着いてます。妖怪みたいだね。まあ、今ね、妖怪ウォッチが下火になってきてね、まだこの子はそれを引きずってるんだね。おバカは自分が正しいことを疑わないから楽しそうだわ。このりょうさんがリツイートしてますね。で、りょうさんの友達ね、別にデマの情報を流してるわけじゃなくて、そういう噂が拡散されてたからみんな気をつけねってことで拡散してるわけじゃ、嘘だったとしてもお前に被害ねえだろう。この子がね、このりょうくんにとっての最高の弁護士みたいだね。まあ、すごい。未だに通知が鳴り止まない。もん、シャーク、せー。まあね、これだけね、リツイートされてればね、通知オフにしたらいいじゃないか。ね、まあまあまあ。つまんないですよと。まあ、さっきのアカウントね。本名かどうかはわかりませんけども、これ匿名のね、ツイッターなんでね。文句言ってくるやつ結構いますけど、うざくないですか？あなたはフォロワーです。確かにうるさいんで、その辺のリプは返してません。ご安心ください。入ってますよ。誰も聞いてないからね。つまんないですよ。ツイッター速報って赤が画像載せてるけど、リプがクソすぎてイラつく。ファンなのかな？あーうーで、回線 3G で、おまけに電池残量 7% とか草。まあね。パクツイに反応しちゃうところが可愛いですね。リツイートっていうか、それをパクツイって言うんだね。フォロー外から失礼します。西山のツイートやべえ。7時間で 2.5 万リツって相当。西山ってなんだろうね。これ。まさかの名字っていうね。原チャリ売りますだって。大田区ね。原チャリ欲しい方。何これ。タイヤ大丈夫これ。まあ、こういうね、原チャリが欲しかったらね、この人に連絡をしてあげてください。見るからにうるさそうなマフラーだね。そろそろうるせえから鍵つけようかな。西山やべえ。西山気になるね。くっそ伸びてるわ。しばらく本枠浮上するのやめます。かまこかまたか、お友達かもわかんないやつらともさよならするんで、湾岸赤にこもります。休養は LINE でよろしく。これ9月の29日か。まあまあまあ。でね、この人のアカウントまだ生きてるんでね。
そうすると、こういうふうにこうね、いっぱい出てくるわけだね。さらに表示。別にこれがデマかどうかは知らないけど、これが出回っているのを見て楽しんでるネットの輩は絶対いると思うし、タイムラインか。で、見てて本当に不快です。これ何？フォロー外っていうのかな？長文失礼しましたと。自分も本当かどうかわからない状態で投稿しているので、何とも言えませんが。これ面白いね、ここね。これ撮っとこうね。わかんねえでさ、広めんなっつう話だよね。で、画面ちょっと残しといて。はい、もう一個ね、画面開くね。よいしょ。んで、これね、こうしようね。これ、もうちょい。こうしよう。えぐいんだけど。iPhone6 とかで4桁バスコードだと iOS9 にしたら6桁に強制提供するからこれ出るんじゃないの？まあ、それが、真実っぽい気がしないでも、ないね。確証ないらしいが一応気をつけておこう。でもさ、お兄さん思うんだけどさ、これなんだったらさ、アップルから通知来てもいいようなもんだしね、あの各通信会社からお達しがあってもいいくらい。書いてね、別にロック解除パスワード変えたぐらいで乗っ取られんやろうと。細かいミスですが、パスワードではなくて、パスコードですよね。確かにね。3G の AUiPhone、機種変更が急務かもね。あ、出るんだ。見たいな、お兄さんも。てか、お兄さん、iPhone の4持ってんだよね。これちょっと、充電してさ、やってみようか。はい、画面見せらんないのがちょっとね、痛いけれどもね、やっていきましょうね、と。先ほどのリプライでお送りした投稿を投稿者が削除されたようなのですが、最新の投稿によると、こういうことのようなので、乗っ取りというのはやっぱり間違いの可能性が高そうです。Facebook？先日お伝えした iPhone の乗っ取り手口の件、間違いだったそうですので、こちらの方の記事をそのままシェアいたします。先日投稿した iPhone のパスコード変更要求の記事、ご指摘もあり、Apple サポートセンターに問い合わせいたところ、通常の案内のことでした。間違った情報を流したようで申し訳ありませんと。これがもう答えだね。パスコードの変更案内が出た場合は電源を落とせば通常に戻るそうです。便利な反面、悪事に利用する人も多いので自分で警戒することは大事ですが、目の前の情報を鵜呑みにせず、しっかり確かめることも大事だと、痛感しました。自分の自身の判断基準を今一度見直していきたいと思います。そもそもね、この出元？出元さ、出元？この、あれ？16の台の、ね、
西田だか西岡だかなんだかっつうね。あんまり詳しくない、まあ、むしろ緩い方の方の、ツイートを鵜呑みにしてしまったっていうね。まあ、多分、このなんだ、リツイートの数字かなんか見て単純にやっちゃったんだと思いますけれどもね。あとはそうだね、お兄さんの動画で、やれそうなやつは、そうだね。iPhone、パスコード、要求。これも、あったあった。まずこれね、ソフトバンクさん。パスコードの、あったあった。これだね。要求時間を設定する手順。これも邪魔なんでね。自分で出したいなって思ったら、パスコードの要求をね、出せって書いてんだけど、どっから出すんだこれ。プライバシーかな。違うな。設定からタッチ ID、あ、これか。で、パスワード入れて、お、指紋を追加増えてんのか。パスコードオフにする。パスコードの要求、あ、あったあった。あ、お兄さん即時にしてるね。即時以外にあんの？まあ、わかんねえや。まあまあ、とりあえずね、まがいものの情報でしたよっていうことが、Apple のね、カスタマーに、問い合わせた方がいらっしゃるっていうことでね、お兄さんの動画も、これをもってね、終了したいと思いますね。なんで、あとはそうだね、リツイートするのもいいんだけどさ、ちゃんとこのツイッターそのものを見るようにしましょうね。あ、これ信憑性の薄い、ね、人間が、中の人が動かしてる、アカウント、ね、匿名かもなんかもよくわかんない中でね、やってる世界なんで、ね。これね。匿名かどうかわかんないけれども、まあまあ、アカウント自体を見て、情報を判断するっていうのもね、一つ良いのではないかなと思います。まあ、ただね、匿名でやられてる中での世界なんでね、何がどうリツイートされようが、間違ったものはね、どうせ振り子のように修正されて正しい方向へ向かうわけですから。まあまあ、同じこういうのが出たらね、電源消せば、ね、で、またつけたら、元に戻るらしいんで、ね、まあ、エラーでしょうよっていうことで、お兄さんは、このメッセージをね、最終のお言葉としてね、この辺で動画閉じておこうと思います。それでは、失礼いたします。優しいお兄さんでした。